ボディ内部のダイヤレンズフィニッシュが輝きを増幅拡散し、リアクションバイトを誘発。ベイトフィッシュの複雑なカラー変化もリアルに再現。エルバシリーズに新たに6ラインナップが登場します。内蔵の多面体レンズ形状が魚の鱗を表現しつつ、遊泳時に乱反射しバスへアピールします。レンズ部にあえて重量を持たせることで不規則なアクションを演出しやすく、リアクションバイトを誘発します。重心移動モデルより着水後の泳ぎ出しが速いため、ストラクチャーやオーバーハングなどタイトに狙うシチュエーションでも無駄なく攻めることが可能。バスを狂わすポップオンとスプラッシュ、ポッパー 65F、 ドッグウォーキング、ポッピングと何でもこなす万能ポッパー。少ない移動距離でアピールできるので、ピンポイント攻略に最適です。リーディングのみのストップ&ゴーでポップオンを出すことが可能で、初心者でも簡単に扱えます。 1.5 メートルを攻略する万能シャット、シャット 60SP、 強波動のワイドオープンロールアクション、ベイトフィネスタックルでも使用できるサイズ感で、巻きをメインにしながらもトゥイッチなども得意なオールラウンドシャットです。強気の攻めを実践できるシャロークランクベイト、クランク SR50F、 強烈なウォブンロールアクションは別のレンジからバスを呼び寄せてバイトに持ち込みます。ラウンドとスクエアの中間的なリップ形状で、ウッドカバーやリップラップもしっかり回避します。ミッドレンジ攻略の 1.8 メートルダイバークランクベイト、クランク MR50F、 ワイドオブリングアクションでボディサイズ以上のアピール力を発揮。 50mm のコンパクトサイズでありながら、ストレスのない飛距離と優れたレンジキープ力でミッドレンジをきれいに攻略します。底を叩け千鳥系ボトムノッキングディープクランクベイト、クランク DD50F、 リトリーブではウォブリングしながら左右にフラフラと蛇行するトリッキーなアクションを披露。 50mm のコンパクトサイズでありながら、 3m まで一気に急速潜航します。ハイフロート仕様で根掛かり回避能力も抜群なので、ノッキングでボトムを舐めるように攻めることが可能です。中層攻略フラットサイドクランクベイト、フラットクランク 55F、 キレのいいロールアクションで光の明滅効果とラトルサウンドでサスペンドする気難しいバスにスイッチを入れます。安定した飛行姿勢でカバー際へのピンポイントキャストも可能です。コフィンリップは根掛かり回避能力も高く、カバー周りを強気で攻められます。レンズフィニッシュが釣りを新たなステージへ。エルバスシリーズ、ぜひお試しください。